どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速まいりましょうエクストリーム世界史メソポタミア神話編 <laughs> 全ての原点さあやってまいりました全ての原点というねいやメソポタミア神話っていやまず何ですかとねまあ、今まであのエジプト神話ギリシャ神話とかね日本の神話古事記大人気でやってきたわけなんですけどもギリシャ神話とかエジプト神話に比べてですねメソポタミア神話って言われると我々ギュッてなりますよねまずメソポタミアはどこですかって聞かれた時一番困りますよねエジプトはエジプトですよねうんあのアフリカ大陸のの右右肩のここだこれねね あるよねあのギリシャ人ギリシャああるよねあのギリシャのヨーロッパのこっちの端これエーゲ海のここあるよねわかるよね大体わかるんですよメソポタミアとはどこですかって言われたらビカーンってなるわけですよねこれをまず知っておきたいメソポタミアってどこなのこれ実はねギリシャ語でですね川の間の土地って意味なんですよ川の間の土地これ「チグリス川」「ユーフラテス川」というのは世界史でありましたね「チグリス・ユーフラテス」というね 謎のコンビがいますよね。どうも、チグリス。どうも、ユーフラテスです。チグリス、ユーフラテスでございますっていう感じなんですけども、チグリス、ユーフラテスという2つの川の間に挟まれた土地、ここがメソポタミアなんですよ。まあ、今の国で言うですね、イラク東部、アラビア半島あるでしょサウジアラビアとかのアラビアよよ。アラビアのですね、付け根ですわ。アラビアのもう一方の付け根の方にシリアとかイスラエルとか、あの、すごいね、 この歴史的にもいろいろ揉める土地があるでしょうあのアラビア半島の付け根の上側のこの逆イなのよ。逆イにもやっぱりね、歴史のルツボなんですよ。だから、エジプト側のその付け根の方にあるのがイスラエルで、その逆イのインド側の方にあるのがイラク。東部。そこがメソポタミアなの。そこにですね、2つの川があって、その間にですね、メソポタミア文明が。 発展したわけですよね。このメソポタミア文明がなぜこの全ての原点かというと、他のエジプト文明、ね。中国文明、ね。まあ、工画文明とか昔は言いましたけど、今中国文明って言うらしいでしょ。中国のね。そして、インダス文明、インドだよね。その古代四大文明とか言われてる中でも、最も古いと目されてるのがこのメソポタミア文明なんですよ。 この最も古いだろうと目されてるメソポタミア文明古いからって何にもないわけじゃないんですよものすごい高度な科学発展してたねそれが明らかになってるその上でそこの神話をもとにそこからエジプトとかギリシャの方への神話にですね影響を与えただろうという形跡が見受けられますからこのメソポタミア神話を制するものは神話を制すと。 言っても過言でではないわけですよもう全てのオリジンオブザオリリジジンンブザそれがメソポタミアにあるそれは2つの川の間の土地であるそれがチグリス川ユーフラテス川であるそれはイラクの東部であるまさかイラクの東部でねそんなことが起きてるなんて我々日本人にはねちょっと馴染み薄いですよね ああ海外旅行次どこ行くうん、イラクいいんじゃないって言ったことないもんね。聞いたこともないしね。次イラク行ってみないって聞いたことないもん。なんかすごいこう、未だにこう揉めてる印象がやっぱ強いんじゃないですか。いろんな歴史の中でね。ただその原点のそのね、先進国プリッタリアすごかったわけでございますね。なんと紀元前3000年の頃にすでに都市国家ができてたと。ギリシャで都市国家がね、 アテネとかねああいうのができるってもっと後ですよそれよりも1,000年も2,000年も前にですね都市国家ができてたんですねいやすごいですメソポタミアはいその上でエジプト文明や聖書に出てくるちょうど出てくる逸話とかちょうど出てくる人物とかいますええー、ってこれ聖書がオリジナルじゃなかったのって 聖書よりも前に、こっちでで出てたんかいといとうですね例えばノアの箱舟そしてバベルの塔そういったですね聖書といえばっていうキャラクターと建物あるでしょノアの箱舟のノアねそしてあのバベルの塔なんてさ聖書のあの世界じゃそれがメソポタミア神話に起源があるわけですよ。でエジプト神話の神様ギリシャ神話の神様と雰囲気似てるなっていう人たちが出てきます。 しかし馴染みが薄いメソポタミアはなぜ我々こんなに馴染み薄いんでしょうねなんで我々はメソポタミアに対して興味を持ちづらいのかなんでなんでしょうね観光に行こうという気がしない国について調べようとしないという我々の 悪壁が出ててますよねうんパリ行ってみたい調べたいい調べナポレオンかっこいいねルーブル美術館かっこいいなりますよねうんイラク行こうって思わないから調べないというねもう観光を中心とした我々の狭い視野それを広げてくれます世界史の奥深くまでディープにまで行きましょうさあ今回で、ね、参考にさせていただいたのはこちら見てくださいゼロから分かるメソポタミア神話ははい非常にこのちょっと萌え系の絵が描いてあるんですけどねお話面白いです 話面白いです。ぜひご覧ください。さあ、今日は説明しますよ。創世神話からですね。まず神話って言うと、大体ね。なんでこの世界できたんですか。これが一,一発目、ね、一番大事なことは、なんでこの世界できたんですか。死んだらどうなるんですか。なんで王様は偉いんですか。この三つに答えてるわけでね。この世界はどうやってできたの。こうやってできたんだよ。へー そうやってできた人、作った神々の、ね、中には、その冥界を司っている神々もいるから、死んだらここに行くんだよ。へー。その上で、そんな神々が英雄、人と、人を作り、人と交わり、だんだん、その英雄と神の、なんか、神と人間の間みたいな英雄が出てきて、その英雄の末裔がミーっていう、そのね、それが俺っていう。 だから俺が今治めててんのっていうそこが説明したいんですよね。つまり要するに神話って常に今権力者が「だから俺が今トップなんです」っていうためのストーリーなんですよ。 ね、会社でもありますよね創業の話ね,そのね最初は町の工場で靴を作っていたのであるスニーカーを作っていたところから2代目が今度はそこにねパソコンを作り始め3代目でその AI をやり始めそして今全てを牛耳る中田コンセルンとなったのですみたいなそういうさ その、初代は靴から始まったんだみたいな。スニーカーを転売するところから始まった。そこからよく行ったね。中田コンテルの,の。スニーカーの転売から中田コンテルにって。そういうさ、その、ルーツが分かってだからこの人が今社長なのね、というさ、そういうストーリーがあるわけじゃないですか。だからついてきてね、と。ストーリーがあって今俺がある。キングがいる。だからついてきてねのためになるんですね。その上でその世界観の中には常に、 どうやって世界が作られて死んだらどこに行くも含まれてるっていうことですよ。宗教のね、一番大事な問題。死んだらどこ行くのっていうね、この恐怖に対してこういうことだよっていうイマジネーションをくれることによって救いがもたらされるという、その役割を果たしてるわけですよね。そんな創世神話。これね、エジプト神話もそうだったんですけど、メソポタミア神話もですね、もう紀元前3000年から紀元後数百年、いわゆるペルシャのですね、 はい。あの、ペルシャのに攻められたりとか、その後イスラム文化圏がブワーって広がったりして、この古代オリエントのカルチャーっていうのは廃れていくわけなんですよ。ね。だけど、それまでの何千年とですね、脈々と受け継がれて継ぎ足されてたので変化していきます。ここはエジプト神話と一緒。エジプト神話も長いから。 メソポタミア神話も長いから、長い年月をかけて継ぎ足されたから、原点がどんどん変化していったっていう特徴はエジプト神話と一緒。これは日本の神話と違うよね。日本の神話は大体、だいたい何百何年に、ね、古事記を何々天皇が作りましたっていうの、ちゃんと残ってるじゃん。で、その古事記っていう原点があるわけだから、 ぶれないわけよお話はだけど原点がなくて語り継がれてさらに権力者が入れ替わることによっていろんな神様がこっちの方が偉いんだよとなっていったりこの神様はこの神様の子供だったんだってっつって,ってルーツをですね後から継ぎ足していったがためにブレがあります。 で、大きく3系統あると言われるんですが、今回はですね、その中でもですね、まあ、有名なところを紹介したいなと。ここを押さえておけば、メソポタミア深夜の外観が分かるというところを押さえたいと思いますので、ご説明させていただきます。まずは、シュメール神話というね。はい、これ、シュメール人とはいたんですね。シュメール人というのはですね、都市国家を作り始めたんですね。そんな中で神話が出てきてくる。原初の海の女神、南無っていう人から始まるんですね。 大体カオスから始まりますね混沌がありそれが何かを生むっていうね大体その後天と地生むよね混沌から天と地生むってこのもうもうあるあるなんですよ混沌があってまずカオスがあってそのカオスが何かっていうことなんですけど今回南無は 海の女神です。つまり、混沌であり、海であるという個性ですよね。まあもちろん海が近くて、川に挟まれた土地ですから、海の影響って非常に強いわけですよね。そして海ってのはろんなものを生むよと。ね。この南ムというのは、ね、他のエジプト神話、ギリシャ神話と同様、ほぼ、ほぼ描かれません。基本的に混沌から天と地が生まれて、そいつらが産んで吸ったもんだあった後、主人公出てきますから。その、それをね、まだ待ってください。この南無に関してはほぼ謎です。 海の女神がでで、ね、ですすすねねねむむんん天と地を生むんです、ね、その天の神というのがアヌアヌという神を生むんですよこのアヌという天の神というのが最高神と言われて一番偉いってされてるんですけどもただ主人公ではないんだよねここがちょっと微妙なところ主人公であり最高神っていうのはころゼウスでしょうギリシャ神話でいうとこのねやっぱギリシャ神話ってすごいさ分かりやすいのよ最高神でありね で天の神でありその上でだから三代目ぐらいで現れてイカ土を落とすっていうめちゃくちゃさ分かりやすいゼウスって。エジプト神話の時はさ最高神なのに冥界の神っていう「多い!」っていう。 <laughs> なんでそのちょっと、ちょっとダークなさ、顔色悪いそのオシリス、明快界っていうところで、オシリスって、まあ、遊戯王好きからは僕は知ってましたよっていうコメント乱発しましたけど、普通の人知らないよ。ゼウスは知ってるよね。わ、ゼウスって言ったらね、もうそのビックリマンシール世代ですけどもうスーパーゼウスでおなじみですけど、ゼウスと言ったらあのね、もう神と、神の中の神ですよ。オシリス知りませんな、明快の神。その上で、アヌ。 最高神なのに、ね、なのになんと主人公ではない。その上で、アヌはその子供、子供エンリルっての次生まれるんだけど、そのエンリルが主人公なのよ。で、一番人気あんのがこのエンリルなの。なんで最高神やってんのと。最高、だからその、その、な、なんですかね。 なんか最、最高神なんだけどどうもこうだから抑え置きかしてるって感じ、うん。だからあの半沢直樹のね中野渡り頭取みたいな感じでねすごい最高神ではあるんだけどもあまり出番がないっていうね半沢くんなんて言ってね <laughs> たまに出てくるんだけどもね基本的にあのねやっぱりあの大和田常務とかの方が人気が高いでしょ。ね おだから大和田常務がほぼ主人公じゃねえかっていうね。半沢直樹ってむし,むしろね。分かんないけど、半沢なんだろうけどさ。それぐらいちょっとこうトップなんだけど、暇な神って言われてるの、これアヌは。ね。これアヌっていうね、天の神と地の女神が、大地の女神が生まれる。この南無っていうね、その海の原初の女神から。はい。で、その大地の女神がもっと影薄いんだよ。名前が、 キカタカナ、キ一文字。一文字の名前やめて。二文字にして。まだアヌは言えるよ。アヌはわかるよ。ね。うん。木はやめてよ。言いづらいよ。ね。レオとかさ、名前さ、その、モナとかさ、わかるよ。そういうね。木って、いるあんまいないよね。うん。そのアヌと木が、まあ、ぴったりとくっついてね。 それであの、天と地になってたわけですけども、その息子、エンリルが主人公ね。そエンリルは何の、何の神かと,うと、大気の神。エアーだよ。珍しい。おいおい、相場は太陽とかさ、光とかだろう主人公は何で大気なのエアーかよってよ、私は叫びました。おい、エアーかよって。そりゃメジャーならんぜ、おい。 でもねエジプト神話も天と地を空気が分けたみたいなさそういうエピソードあったの覚えてます天と地が仲良くくっつき合ってたのでその天と地をこうやって持ち上げたっていう父親である大気が持ち上げたっていうあれは親父が息子夫婦息子娘夫婦をベタついてるから くっつ、その持ち上げて離れていい加減にせいって怒ったっていうエジプトの神話にすごいみたいなそれと親子が逆転してるのはこのエエメソポタミア。子供である大器のエンリルが母親である大地とともに地上に降りるっていう。なぜか母親をさらって大地に降りるんですよ。で、親父は天とともに舞い上がるって。そこで母親と息子、父親で別れて今、 天とと大気と地ができたっていうどちらにしろ天と地が最初はついてたんだけどそこに大気がボーンって間に生まれましたっていうのはエジプトと一緒なんだよね。で今回この大気が主役っておい地味あのデザイン的にもうちょっとなんとかならんかって私でも思うぐらいやから多分後の人思ったんだろうね。色々あって多分ギリシャ神話で、ね、ゼウス 光とイカズチの神、天に増します最高神にして主人公。うわー <laughs> それやんってみんな言うよね。それ一番イメージしやすいんや。一番天の神でその上で最高神で主人公なんやろ。最高ですやんってなってんの。ね。そのゼウスが浮気者なんだよね。で、浮気者でいろんな女神に手を出して、いろんな天使を生んでいくっていうさ、 そのコミ、ラブコメディまで展開されるという、そのバトルラブコメディですから、まあこのギリシャ神話ってすごい、やっぱデザインがされてるよね。後だから。原点やからこっち。実験途中やからこれ多分ね。だからもう大気の神、エンリル。だけどその弟に、エンキっていうのが知恵の神がいるのよ。この知恵の神がむちゃくちゃ活躍すんのね、この、あの、メソポタミアは。これもエジプトと似てない エジプトには最高神であるところ、最高神はラーだったんでね。その構造も似てるか。最高神はラーがいるんだけど、主役はオシリスっていう、ここら辺はメソポタミアと一緒だよね。でもラーの方が有名だよね。アヌより。いや、アヌって。アヌってんだけど、ラーは太陽だからね。やっぱ太陽強いわ。太陽っていうキャラ強いよね。そこがまだね、ないわけ。シュメール人は。 天、アヌ、最高神ってなってるんだけど、なんか、あの、大体会長職みたいなもん。も全然仕事しない。で、トトみたいな存在のエンキっていうこの知恵の神がめちゃくちゃ活躍します。これもエジプトとすごいそっくり。ここの比較めっちゃ面白いですね。面白いので、エジプト神話の動画もぜひね、これ見た後見ていただきたい。比較するともう鼻血が出るぐらい面白い。ね。その上で、これどうやってね、世界を作ったか、人類を作ったかというと、エンリルが話しますわな。はい。 その後ね、エンリルはエンリルでいろいろ吸ったもんであります。こいつはこいいい、つつはでね、あの面白い何かっていうと奥さんがね奥さんニンリルっていう名前似てんな奥さんと。何だエンリルニンリルで。似てるんだよ奥さんと似てるのだけはやめてくれよ。そんな偶然ないだろ。兄弟で似るな私も奥さんと似るなってね。あ中田敦彦とさそのせめてその,その夏彦と結婚するなよ何だ夏彦との結婚って。 夏彦って女子うん分かんないけど女子まあどっちでもいいけどさねっあるわけじゃないですかエンリルとニンリルねこれねそのうーそれがねやっぱりね主役は一回冥界に行くんだよねやっぱり死について説明する必要があるから冥界の場所について説明する必要があるからあるんでしょうね これ、エンリルは、そうね、ニンリルっていう豊穣の女神、穀物の女神だね。やっぱり豊かなんだよね。そういう女神いいじゃないですかね。その、ニンリルっていう女神ね、こうね、見つけるんですね。川でね、裸で水浴びしてるとこ見つけちゃうんですね。あれって言ってね。<laughs> そニンリルは言われてたんですって。川で水浴びすなよって。なんでよ、お母さんって言ったらね。いやエンリルが、エンリルがあんたのことを狙ってるから襲われるよって言われてんだけど、知ったこと、知ったことじゃないわーってね。 川で水浴び気持ちいいもんつってバシャーって浴びてる時にね、あれーってエンリル来ちゃうんですね。で、それで襲われちゃうんですね。荒々しい。もう神話大体荒々しいです。あの、ぎっちり漫画化したら R18 ですからね、これね。神話って大体がね。はい。で、そこで襲われちゃうんですね。で、見ごもるわけですよ。それは月の神を見ごもるんですけれども、ね、ムーンですよ。ムーンの神を見ごもるんですけども、ここで面白いね、エンリル。ね。 それアヌっていう最高神の息子にして人気一番の至高神って言われたんだよ。至高だよ。至る高いで至高の神って言われたんだよ。最高の父から生まれた至高の神。それどっちが上っていうんですよね。究極のメニュー、至高のメニューみたいなの、その美味しん坊的な状態なんですよ。至高の方が高いわけです。それぐらいエンリルって書く、今後に高くなるんだけど、その時に、ね、そのヤングエンリルね。 若きエンリルがですね、ニンリルをですね、もう川でですね、乱暴してですね、見ごもらせちゃうと。それの罰で冥界に送られるんですね。はい。冥界にいきなり主人公を送られるっていう、そのちょ、ちょっと呪術回線的なね。はい。いきなり殺されるというね、えー、ことなんですけど、冥界に送られたエンリルをですね、ニンリルを追いかけるんですね。なんでしょう、あの、ダメンズウォーカーなんですね。<laughs> 川で襲われた男を追いかけるな、死の淵まで。何をしとるんや、君は。 大事にせよ、自分をって。読者言うかもしれないですけど、追いかけちゃうんですね。<laughs> あの人悪い人じゃないのとか言って追いかけちゃうんですよね。で、冥界まで行くんですね。で、冥界まで来たそのニンリルをですね、どういうことになるかというと、エンリルが待ち伏せてるんですね。お前何しとんねん、俺、冥界で。冥 <laughs> 界で待ち伏せてですね、別人になりふる、別人に一回変身した上で襲うっていうね。<laughs> 襲うんですよ。 で、なんと、冥界でですね、3人に化けて、3人の状態で襲います。あの、3回に分けて。はい。もう、とにかく、ヌンヌルは追いかけていった上で、3回襲われてですね、3人身ごもるって、どういう状況 <laughs> ごめんなさい。神話の場合、この、どういう状況が連発されるんですけれどもそれ、ストーリーテリングとしておかしいでしょう 何なんですかこの,その、パニックエロティックムービーは、これどういう状態なんですかその、襲われたあの人を追いかけて、身ごもった私がまた襲われる。襲ってきたのは変身してきたあいつってどういう状態三回に分けて襲うなよって。その上でですね、三人身ごもったんですね。で、結局ですね、その最初に身ごもった月の神。ね、月の神をね、返したいっていうね。 うん、長男を返したいっていう願いをですね、叶えるために、冥界にその冥界で作った三人の子供を残して、その全員がこう、戻るっていう、す、す、ハッピーエンドかそ <laughs> そ、それ。ハッピで作った三人の子供を犠牲にするという、その、その倫理観、どういう状態わかりませんけども、そういうエピソードを持つエンリルとニンリルの夫婦ですね。はい。最高、死、死行のエンリル、大気の神です。<laughs> キャラまだわかりませんね。 どういういいキャラやねんこいつエンリルは、ね、でも非常にですねキャラクターとしてはひげ、ね、をものすごく生やしていて角の生えたあのねあの四角いこう神ならではの帽子をかぶっているというキャラクターなんですけれどもそのビジュアルはあまりにも高貴すぎて目にすることはできないって書いてあるわけなんですねだからビジュアルがぼかされてんのよ、うん、そこもちょっと微妙なんでねで運命のね天命の粘土板っていうの持ってんのよ ね、そこはほら、ね、あの、聖書をも持ってる、あの、自由の女神とかじゃない粘土板持っとるからね。粘土板ですから、もう、時代で、ですから。ね、粘土板持ってる時代。ね、粘、ね、粘土板を作ったのはこのメソポタミア文明なんだ。ね、肥沃な川が日本流れてるでしょ粘土が取れるんだよ。ね、粘土が取れるわけ。ね、で、粘土をね、乾かしたら硬くなるし、焼いたらもう丈夫になるっつって、レンガを作ったのはこのシュメール人なんだよ。わーお、すごいね。 で、しかもそれ硬くなる前にその時いっぱい水辺に生えてた足の木が足の草があるわけよ、ね、人間は考える足であるなんて言葉ありますよね足が生えてるわけよそれをスパーンって切って鋭角に切るんだよねスパーンってその鋭角に切った足の木でですねあ足の草のでのん、ね、でですねもう先っぽでですね,ねまだ硬くなる前の粘土にグニッて押し付ける押し付けたらね矢印みたいなのがねその残るわけですよそれを記号にして文字を作ったのがくさび型文字ね。 その粘土。ね。その粘土版ってのは今の状態。だから今で言うと、だからノートパソコンを持ってるような状態ですね。はい。紙じゃねえよ。あの頃はね、まあ、a c b o o k なんだぞと。MacBook 持ってんだぞっていう状態ですね。はい。でも、帽子は角を生えてる角棒とかじゃないでしょうね。ういや、エアポッズとかをつけてね。全然ありがたくないですね。わかんないですけども。<laughs> ね、その、タートルニックにね、a c b o o k 持ってね、エアポッズつけてるみたいな。そういう状態ですわ。うん。そういうデザイン。 だその当時一番イケてるデザインなわけですね。粘土板持って角の生えた帽子かぶってひげ生やしてるっていうね。そういう状態ですね。これはエンリルなんですね。ただそのね、エンリルってね、どうやってじゃあ人を作ったのと。冥界があるのはいいけども。この時の冥界ってのはね、大体地下なんだよ。その時、円盤状に大地が広がってると、メソポタミナの人は考えてて、円盤状ね。で、球体状に世界があると考えた。 だから球体の円盤のそのど真ん中が大地で上が天の世界で下が冥界だっていう考えこれも古事記とそっくりだよね古事記も地下に冥界があるっていう風な世界なんだよねだから古代の人っていうのは大体地下に死者の世界がある死んだら地,地中深く行くってそういう考え方だっただからこのエジプトとメソポタミアの大きな違いはエジプトは 体を保存してれば復活するっていう、その復活をかなり主眼に置いてるんだけど、メソポタミアはその復活を主眼に置いてるわけではなくて、死んだら、まあ、霊となって下に行くっていう、そういう考え方だった。ねえ。そのメーカーに行って帰ってくるって話。ねそれも古事記にありますよね。だからそのルーツはさ、もしかしたらメソポタミアから来てるかもしれない。 ね、もちろんメソポタミアの方がはるかに前だからでもそういうさ一回メーカり行って帰ってくるっていうそういう夫婦の話があるのは共通してるんですよまさか日本の古事記とねメソポタミア神話が共通してるなんてっていうところが面白いわけですよだから神話っていうのがいかにこうね輸入されたり変化してきたってかってここが面白いわけですよね そんなエンリルね。どうやって人間作ったかね。実はね、このエンリルがね、あのいろんな神々を作っていくわけなんですよ。創造神としてなっていくわけなんですけれども、そのいろいろな神々を作ることによって神々が増えるでしょ神がめちゃくちゃ増えて、神の人口がですね、神の人口ね。神の人口がちょっと肩になってくるわけですね。多いなと。作ったけど多いなあ言ってね。 神多いなぁってなってで神が増えるとですね神が生活するための建物とか畑とかいろいろ作んなきゃいけないねめんどくさいなぁってなって神の代わりに働くものを作ろうって言って作ったのが人間っていう設定なんですよここ面白くないですか人っていうのはどういうふうに作ったかっていうそういうお話もかなり神話の中では重要なポイントなんですけどこのメソポタミアにおいては 神の労働を変わるものだよ。だから、人間がさ、ペッパー君を作るみたいな感じですよね。人間においてのペッパー君みたいな存在で人が作ったの。神が作ったの。人を。何から粘土から作った。粘土万能。メソポタミアの人においての粘土の、そのすご、すごいなっていう感じ、伝われ。ね。 俺たちはもう幼稚園の頃に粘土をね、あの、使ってもうそれでもうおしまいでしょ 紙粘土未だにいじってる人いますかあんまいないでしょでもあの子供の時感動したじゃん。粘土って何の形にもなるよね。そして乾かしたらカチカチになって、うわー人形できた壺できたって感動したでしょあの感動が古代人にとってはたまんなかったね。うわー,おーと。何でもできるやん壺もできるし、レンガにもなるし、建物にもなるし、何でも作れるやんそや人もそうやって作ったやーってそういうことですよ。 粘土っていう一個のイノベーションがいかに優れてたかってことだよね。うん。で、粘土から作った。神を代替するものだっていう、そういう発想なんですよ。ねえ。ここもすごい面白いんですよ。何かっていうと、つまりね、神が労働を肩代わりする存在として作ったっていうのは、エジプトと違うんですね。エジプトは神の子孫として人間がいたりするんですけど、 メソポタミナの王はあくまでもですね、神から労働を取りまとめろっていう代行者として任されてるって設定なんですよ。だからメソポタミナにおいては神はその会社のオーナーみたいな感じ。で代表取締役 CEO として王を置いてるって感じなんですよ。だからあくまでこう見守るけど手は出さないけどやっといてくれよっていうオーナーとしての神がいて、その あ、俺やっときますんでっていう存在として王がいたっていうのが、神の荒人神っていう設定はエジプト。でも、日本の古事記も荒人神だよね。だから、そこはエジプトの方が近いんですよ、日本の古事記は。面白いよね、そこら辺ね。はい。そういった設定の違いがございます。 ねでそんな中人を粘土として作るこの作ったのがエンリルっていう系統の神話のバージョンとエンキが考えついたっていうバージョンがありますだから知恵の神が作ったのかそれともその思考神が作ったのかっていうところでこの兄が作ったか弟が作ったかで結構話は分かれてきます、はい、ですがまあそういう設定なんでねその上で人作るでしょ今度どうなるか人がブワーって増えるわけよしたらですね ふわしすぎたなぁと。だから、神が増えたから労働が増えたので人を作った。そしたら人が増えて、しかもそれがですね、傲慢なことにですね、人が暴れ出して騒ぎ出したって言うんですね。それでですね、よし、鉄を下してやろうっていうことで、滅ぼしにかかるんです。それがエンリルなんですよ。つまり、思考心エンリルが、ね、 人をペッパーくん的存在として作ったにもかかわらず、ペッパーくん増やしすぎた上でうるさいなーなってですねで。家にですね、ペッパー20体いるような感じですね。作りすぎたわーって、ね、ペッパー自動的に増えるシステムにして、自動的に増えるペッパー嫌じゃない ?2 体買ってたらね、あの、しばらくしたら3体できてんのよ。ね、どうも、なんつって。いや、増えちゃいましてね、なんつってね。うん、だんだん増えちゃってね。うん、ペッパーくんがね、今度5体になってね、だんだんどん,どん,どん増えちゃってね。 うん、ペ,ッパーペッパー同士でグループ作ったりしてね揉めたりしてねここの部屋の掃除僕がやりますけどみたいな、ね、ルンバー追い出しちゃったりしてねもう大変なことになっちゃってねそういうね「あのおいルンバー捨ててんじゃねえペッパー」とかってねあのもう僕がやりますからとかね「お前勝手なことしてんじゃねえぞ」とかあいつらがこれ懲らしめてやんなきゃいけないなとそういう世界ですね。自分の労働の肩代わりのために作ったけども増えすぎたしなんかちょっと揉めてるぞっていうことでもう懲らしめてやる懲らしめ方何かゼウスと違うんだね。 ゼウスはイカズチだよね。神のイカズチだよね。地が洪水ですよ。来ましたね。メソポタミアは川に挟まれた土地だから一番怖い災害が洪水なんですよ。まあ日本で言うとね、まあ地震とかね、大地が揺れると神が怒ってるんじゃないかとこもありますよね。そういう 地が揺れるみたいな、それが怖いっていうその国民にとって最も恐ろしいと言われる自然災害や何かっていうのは結構神のデザインにも関わってくるらしいんですけれども今回はその洪水がキーワードになってくるんですね洪水をやってやろうとエンリルが言うわけですね最も恐ろしい災害、洪水をエンリルが起こして人を減らすって言うんですよそこで活躍するのがなんと弟の知恵の神エンキなんですね 延期すごいですね。それはやめときなよ、兄さん。まともですね。うん。ペッパー君をですね、水手で放水してぶ,ぶっ壊してやろうぜっていう配慮器に対して、なんでだよと。自分が作ったんだろうって。そんな乱暴することないじゃないかってね。そういうことで、ね、ペッパー君にね、放水、放水でぶちまけて家中水浸しにして、ペッパー君の大半をぶっ壊してやろうね。やめろよっていうことでですね、延期がですね、人間にその洪水計画の情報を漏らすんですね。 洪水が来るから、逃げろ塩基が人間の中でもね、まともなやつを選んで、そいつに洪水計画を話すことで人間が生き延びるんですノアの箱舟っぽいノアの箱舟っぽいここだよね塩基によってですね、エンリルの計画を潰される。それによってエンリルは諦めて人類は今も生きながられているのである。 こういうお話なんですね。でも、エンリルがいつ起こるか気をつける、ね、いつ起こるか分からないから人類気をつけようぜっていう警鐘も鳴らされてるわけですね。つまり悪い行いをしてると、災害によって神に罰せられるぞ、洪水が起きるぞ、だからいい行いをしよう、争ったりしないで、わーわー騒いだりしないでおこうっていう、その治安とか秩序を守るべきメッセージと、ね、自然災害で最も恐ろしいものが同時に提案されてるわけですよ。提示されてるわけです。面白いですよね。 いや、もうエンキ最高やんね。今、皆さんの中でエンキの人気がだだ上がりだと思いますね。エンリル最悪だなと思ってお前。大気のくせに、エアーのくせによ、よなんでお前さ、あの、サンでもなければなあの、スカイでもないくせに、エアーのくせに、なんで大気の紙のくせに偉そうに洪水でぶっ殺してやるとお前が作ったんじゃねえか、ペッパー君って思うかもしれない。エンキエンキってなってね、ここで冷や水をぶっかけたい。あの、ンキもですね、とんでもないエピソードを持ってるんですね。はい。塩気の奥さんもいるんですけども、 縁起と奥さん仲いいんですね。はい。知恵の神縁起。奥さん仲いいんですね。ただね、その間に生まれた娘がいるんですね。娘が生まれるんです。縁起。妻のね、女神との間に娘がいるんですけどね。なんと縁起、その娘にも手を出しちゃいます。で娘と、に手を出して、娘がまた娘を産むんですね。娘が女の子を産ましちゃうんですよ。で、なんとその女の子にも手を出すというですね。聞いたことない、もう極楽非道のジジイがですね、出てくるんですね。 <laughs> それでですね、なんとその、あの、の奥さんはですね、その、自分の娘と娘を作ったことで孫ができたということで、その孫にですね、それも娘なんですよ。孫娘なんですよ。ね、孫娘に危ないって言って、あのおじいちゃんおかしいから、知恵の神なのにおかしいから、あなた気をつけねってねって言ったにもかかわらず、その孫娘にも手を出すんです。<laughs> どういうこと何をもって知恵の神と言ってんの わかりません。それ、生に対してだいぶメソポタミア文明は奔放です。だいぶ奔放です。もう奔放の域超えとるけどね。近畿、近畿に次ぐ近畿やけどね。でも、四、その何度の目の過ちなんでしょう。何度目の過ちなんでしょう。三度の過ちを経てですね、その上でですね、ついに起こった奥さん。いや、お遅くない 怒るの遅くないそのやめときな孫娘に「やめときなあのじいちゃんやばいから」じゃないのよ怒るのもっと手前で怒れって俺は私は思いますけどね,ねついに怒ったその女神はですねその孫娘に宿った子種この生命の種をですねその、えー、引き出してどういう頂上現象ですね女神だからできるんですねごごあの生命の種をですね引き,引き抜いてですね大地に埋めるっていうね 大地に埋めてそれでで植物を生やしたんですねそうと知らずにですね、その植物をですね、刈り込んでですね、食べちゃうっていう縁起どういうストーリーその,、ね、<laughs> その、妻にですね、その孫娘に宿した子種をですね、抜かれた上で大地に宿されて、大地から生えてきた植物をですね、刈り込んで食べちゃう縁起 <laughs> 自分の、自分の身,身から出たサビにならぬ。それ何それ それによってですね延期なんと病気になるっていうねあの、<laughs> 何なんでしょうそれー自分の自分のそれ自分のそれが帰ってきたことによって病気になるよーっていうねそんか地獄のような話なんですよね、えー、それで懲らしめられた延期っていう話があるんですね えーまあ、それまあそれでもまあ一命を取り留める延期なんですけどね。<laughs> もう一命取り留めんじゃねえよっていうね。そういう読者の声聞こえますけどね。それぐらいの罰で済むと思うなよおびき様っていうね。それ延期ですね。延期はだからですね、すごく知的なんですけれども、すごく活躍するんですよで。洪水から逃がしたりね。だけど、そういう浮気性な面とか、あと酒に弱いっていう一面もあるんですよ。実はこののエンリルの えっと、息子の月の息子ね。あの、いましたよね。その、それによって冥界に行かれたって。その月の息子が生んだ子供たちの中に、愛の女神、イシュタルっていうのんですね。これもすごくいいキャラクターなんですよ。愛の女神、イシュタルっていうのは、エンリルのだから、孫娘に当たりますよね。この愛の女神、イシュタルっていうのはですね、ギリシャ神話で言うと、アフロディーテのような存在ですね。非常にセクシーで、ね、愛、愛の女神なんだけども、どっちかっていうと自由奔放。 自由奔放でもう欲しいものは全部手に入れるのよっていうね世界は私のものよっていうねこうそういうね愛の女神なんですよすごいキャラですよねこの「イシュタル」っていうねもいろんなあの動きをするんですけどこの「イシュタル」にですねエンキはですねあの酒を飲んだです、ね、勢いでですね大事なものをですね盗,盗まれてしまうっていうあのエピソードもっ残ってます大事なものっていうのがそのこの世のですねその断りとか秩序みたいな その法則みたいなその、なんかそういう、なんかそういうブック持ってるんでしょうね。ブックというか粘土版なのかな。そういう、そういう、この世の断りとかその秩序みたいなそれ、そういうものなんかその法則みたいなのを書いたものを渡しちゃうっていうね。その知恵の神あるまじきっていう、その機密全部漏洩っていうね。<laughs> 最悪でしょ <laughs> 全機密をねもうその最高裁裁判長がですね全部やっちゃうみたいな最悪やーみたいななんでやーふかざけしましてってお前お前知恵の神だろっていうね知恵の神なのにふかざけしちゃったりですね娘に手を出しちゃったりっていう謎の一面持ってますでもそういう面白さって後にまあゼウスとかエルメスのですねトリッキーさゼウスの浮気症エルメスのですねパニックトラブルメーカーな感じっていうのをヘルメスね ね。ブランドエルメスの元になったヘルメスとかのトリックスターぶりとかが結構この塩基には含まれてるっていう。そういう面白さがありますよね。この愛の女神イシュタルっていうのもなかなか面白いんですね。愛の女神イシュタルは双子の兄っていうのがいいんですね。双子の兄はこれ太陽の神なんですね。これもアポロンとアフロディーテの関係にすごい似てる。ね。そして冥界のね、神、女神をやってる姉もいるっていうね。へえーと。 ここ、ここで三兄弟なんやと。なんか三兄弟で言うとね、うん、アマテラス、ね、つくよみ、ね、スサノオっていのがいましたよね。でそういう三兄弟、ゼウス、ポセイドン、ね、でハデスみたいなのありましたよね。そういう三兄弟とはちょっと違うんだけど、明快愛太陽っていうね。 そういう三兄弟、この三兄弟後にもちょっと出てきます、ね、出てくるんですけど、このイシュタルはですねこの姉である冥界の神のところにもですね自分でですね、行っちゃうっていうですね奔放プリを見せるんですねうん冥界も、姉ちゃんのもんだけど私のものにするよ、っていうねで、すごい着飾ってですねイシュタルが冥界に赴くっていうエピソードありますねそれで、ね、イシュタルが冥界に来てですねその、ね、お姉ちゃんがですねえイシュタル来てる ルール違反じゃんって。あいつさ、愛の女神でしょなんで冥界来てんのって。全然お門違いやからっつって。懲らしめてやれっつってですね、その、ん、門をですね、いっぱい関門を設けてですね、その門のたびに豪華な服装を剥ぎ取ってですね、最終的にですね、あの、本殿に来る頃に全裸になってるって、そのどういう話なのかわかりませんけどね。その、その、着飾ったもの、ドレスを全部剥ぎ取られて全裸で登場するという、わかりませんよ。シンデレラだったら最悪だよね。 シンデレラで、わあやった素敵なドレスかぼちゃの馬車、ちょっと没収しますって。ここからはどこでどうぞって言われてね。はぁ、あ、わかりましたよってね。うん、じゃあ一人で行こうかんでね。でも綺麗なドラスやるからなって。ここでちょっとね、肩、肩のこれ外してください。肩の私ですか上着脱いでください。じゃあ下着脱いでください。最終的に王子様の前例で現れるって最悪ですけどね。 ちょっとずつ全裸にするのだけはやめてくれというね。うん、その、注文の多い料理店倍、宮沢賢治じゃねえんだから、それやめてくれと。ね。その全裸で現れたですね、その、イシュタルに対してですね、あの、よー抜け抜け現れたなー言うてですね、その冥界の姉がですね、パーンってね、死者のあのね、死の眼差しってのを送ってですね、そこでね、イシュタル一回即死するっていうね。<laughs> 全然救われない話あるんですね。だから、勝手に遊びで冥界行くんじゃねえぞっていうね。 死を冒涜すんなよっていう話なのかもしれないですね。そういうですね、ちょっと奔放な愛の女神イシュタルっていうのも結構ですね、いいキャラクターなんですよ。皆さんなんとなく分かっていただきましたね。存在感のない最高神アヌ。ム。 ね、主人公なのに荒々しく自分の作った人間を洪水で滅ぼそうとする思考心。ね、エンリル。そしてね、知、知の、知恵の神にして、あの、洪水から人間を救った割に娘に手を出しちゃうっていう縁起っていうね、あの、全員悪人状態ね。誰に感情移入すればいいんですか、私っていうね。どいつもこいつもという状態なんですけども、これが、いわゆるシュメール神話と言われる最初の方に、あの、えー、メソポタミアの最初の方にできた神話なんですよ。 でシュメール人が都市国家を作った後にアッカド人っていうのがそれを統一してアッカド帝国アッカド王国っていうのを作るんですけどもそのアッカド神話っていうのも結局ねこれあのシュメールが作ったお話をちゃんと継承してじゃあここをうまく取り入れようっつってどんどん吸収していくの。 っていうのもやっぱりさ、神様の話とかって文化でしょ根付いてるでしょいきなり、あのー、他の人が治めるよって言ったって、それ、その神引っこ抜けって言ったらもう暴動起こるじゃないですか。だから、うまいこと融合するっていう、この神話ってのすごいこうケアしていかないといけないんでね。カルチャーっていうのこういうカルチャーが大事だっつって守っていくんだよね。で、悪カドが引き継いだ後にですね、そういのですね、バビロニアっていうね。 言いましたねバビロンとかバビロニアっていう言葉このバビロンっていうのはそのバビロニアの首都なんですけども神の門って意味なんだよねこのバビロニアっていうのが南の方にできて次北の方にアッシリアっていうのができるんですけどもこのバビロニアって有名な何でかハンムラビだよハンムラビ法典だよ来ましたねハンムラビ法典って言ったらね法典であの目には目を歯には歯をうわ怖いね目を潰された目を目を潰しちゃいなさい 歯を折られたら歯を折っちゃいなさいよって、どんな暴力的な奴や,やねんと。解決せよ話し合いでと。ていうか目潰すな言うて、その世界史見た時に怖いと思ったでしょあのハムラビ法典ってね、全然怖い法典じゃないの。実はすごく理にかなった法典なの。目には目,には目を、歯には歯をってどういう意味か。本当の意味はね、目を潰されたのならば、目を潰し返すで、とどめなさい。 歯を折られたのならば、歯を折り返すで、とどめなさい。目を潰されただけにもかかわらず、命まで奪ってはいけませんっていう、復讐を制限するっていう、あれ、ルールだったんですよ。あ、こいつ、俺の肩ぶつかってきたんで、ボコボコにしときましたよ。みたいな、過剰なやり返しっていうのが、絶対にダメなこと。それが人間社会を滅ぼすの。やられたら、やり返せ。当倍で。ちょっと待って。 半沢お前がやってるのはハムラビ法廷違反だぞやられたらやり返す当倍で行けなぜ倍返しするそれが争いを生むとハムラビが言ってるぞメソポタミアの文化で半沢直樹は否定されております倍で返すなよ恨まれるぞ半沢そういうことなんですね倍返し禁止ってこと当倍返しでお願いしますって何千年も前に。 紀元前2000年ぐらいで言ってんだねハンムラビが、ね、石板に彫ってるわけよ粘土板に入れてるわけよすごいですね、まあ、そんなハンムラビの、ね、バビロニアその辺りからですね神様の格付け変わってくるんですね何でかバビロニアのね 実は、一都市の神だったんだけど、バビロニアが統一してしまうことによって、つまりすごく勢力を持つことによって、バビロニアで崇めてる神を最高のものにしようって言って、うまく今までのシュメールの会話と辻褄を合わせながら、吸収合併したバビロニア神話っていうのに変わっていくんだよね。これが面白いんですよ。バビロンで最もいいとされてた神が、マルドゥク。来ましたね。何の神か。 太陽神ですよ。そう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 。それでしょ主人公は絶対太陽神でしょうよ。ねえ。わかるよね。だって日本だってアマテラスだよ。太陽だよね。スサノオは海で、クヨみは月とか冥界なんだからさ。太陽が一番一番格上たらわかりやすいよね。だからマルドゥクの太陽神っていうね。これが一番偉くて、エンリルからその、ね、力を もう継承したっていうふうにもうハンムラビの法典にしっかり書いてあるの。エンリル、エンリルやアヌからその軍勢をいただいたって言って。もうそのちゃんとですね、あの最高神として、思考審としての位を継承したってのが書かれるわけ。その上で、じゃあマルドクってどういう、どういう血筋のものなんと、エンキの息子ってことにされるんですよ。知恵の神、あの塩基のですね、息子として生まれて、太陽神として、 始考神にね、あのエンリルから任されたっていう、その、甥いっ子として入るんだよね。すごい入り方するよね。このマルドゥクが始考神になったことによって、創世神話も書き換えられるんですね。今までの創世神話って、原初の海の女神、ナンムが作った始まりだった、始まりだったですよね。でも、もともとこっちのバビロンの方で言われてたのは、原初の海の女神っていうのは一緒。 でも名前が違うティア。ティアマトっていう。ティアマトっていう海海水の女神とアプスっていう淡水の男の神の夫婦がいたっていう話なの。これ不思議だよね。海水と淡水なんで実はね、これち地上には海っていう、まあ、海水の、ね、海がありますよね。でも地下世界があるっていう発想でしょメソポタミアは。地下世界には 淡水が流れてるっていう世界観なの。まあ確かに地下水とかって淡水だったりするじゃないですか。ね。だから下の下の方にはもっと淡水がいっぱいあんのかなって。そういう世界なのよ。そういう世界観。だから、冥界もともつながりのある淡水のアプスーという男の神と海の海水の神ティアマトが 夫婦でいました。それが最初の最初です。だから、海の女神っていうところは一緒だから、もうティアマトとナンムはほぼ同じ存在として語られるようになります。で、ティアマトとナえ、アップスの子供が延期。だから、あの、この、アヌをちょっと飛ばしてんだよね。だからだからティアマトとアップスが、そう、アヌとかも産むんだけど、アヌの位がだいぶ下がるわけ。このあたりで。 さっきまで最高神だったけど暇で存在感のない神アヌは」はそのその中の一つとしてちょっとこう位が下がるわけそのそれまでの最高神ちょっと位下げてこっちやるよとかもそういうバランス調整がいっぱいあるわけですねで延期を生むわけですはい先ほどあの洪水神話あったでしょ洪水伝説ね人を減らすっていうこのねティアマトとアプスのうちアプスがね実は 人を減らす洪水伝説の前に神が創造しくなったから神減らそうって言い出すわけ。そういうお話が挟まれます。おー、なるほど。アップスが神をまず減らそうとするんですよ。神が創造しいから。神が増えた後、その労働を肩代わりするために延期が エンキとかエンリルが人間を作ったったたていう話に進みましたよねその前に「神を減らそう」っていうふうにアプスーっていう淡水の神が言うっていう話にが入ってくるんですよこのバビロニア神話の方では。でアプスーが「神減らそう」っていうのに対してティアマトはその時「何言ってんのあなた」ね。神減らすのやめなさい」あなたが私たちで産んだんでしょ」って現所の神だからティアマトとアプスーの子供たちなんですよそれぞれの神は。ね 子供が増えたからって減らすのやめなさいって言ったんですけど、アプスが知ったことない知ったことかって言うてですね、殺そうって言うて。それを止めたのが、知恵の神延期。止めますよね。あの、止め役なの、延期は。ね。 でもさ,さっきの洪水を止めるよって言ったエンリルの洪水を止めるよって言った塩基とは違って今回のバビロニア塩基はだいぶ武田家主しいです多分このバビロニアっていう国がだいぶ好戦的でマッチュな国だったんでしょうねうん塩基がですねなんとアプスーを止めるためにですねアプスを眠らせて殺殺害しします親殺しおーそうなるアプスーがなんとですね こう、炎気によって殺されるんですよ。神を、神を減らそうとした、神減らしの父っていう、その計画を止めるために、炎気がアップ数をですね、殺すんですね。その上で、父の死体の上に家を建てるって、どういう、どういう、そ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 見たことない。北の映画でも見たことないよ。おい、その死体の上によ、あんちゃん、家建てちまえよって、家建てちまえ、遺体の上に家建てるってある ハキミチャップぐらい。わかるよ、ばカやろう。遺体の上に、お前。遺体の上に家建ててやれって。<laughs> すごいよね。<laughs> 見たいよね。遺体の上に家建ててやれってね。遺体そのままにしてさ、コンクリート流し込んでさ、土台作っちゃってさ、家建てるって、とんでもねえ、え、とんでもねえバイオレン制が始まった話てね。ああ、しかも親父だからね。バカ野郎、親父この野郎。俺たち家族殺そうってのは、そうはいかねえぞ、この野郎。なあ、おい、ダンカン。 はい、家建てちまえ、こんなやろうとかって。はい、わかりましたとかで、家建てちゃうってね。すごいよね。それで、なんとその、建てた家の中でですね、奥さんと交わるっていうね、どういうバイオレンス見たことないぜ。え、俺はここで子供作ってやるんだっ,つってね。親父の遺体の上で建てた家の中で嫁と交わってですね、その上で子供作って、そこで生まれたのがマルドゥクであるって、やばいよね。 激ヤバチルドレン現れたよね。それが太陽神マルドゥクであるっていうね。だからいかにマルドゥクっていうのがね、この惜しい生まれ方をしてるかっていうふうに描かれてるわけだよね。うん、竹けしいですよ、マルドゥクは。ね。ただ、この延期のね、この恐ろしい親、親父殺しに対してぶち切れたのが母親のティアマトなんだよね。 エンキドゥの力でも抑えてるのが精一杯これでは動けない今のうちにゲルガメッシュ今のうちにっって動き止めてるだけでも十分だエンキドゥよくやった行ってやるぜブー,ーギルガメッシュバーン牛の心臓をバーン握りしめてバーンウェブコミュニティプログレス毎朝1時間の生配信と週2回の授業観覧 終わらない学園で仲間と出会える詳細は概要欄のリンクから私はあなたを待ってます菊 YouTube 大学 i n v o i c i 全後編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞカードゲームゼロ「ゼ e 10種類のカードが高度な心理戦を生み出す分かりやすいルールで2人から5人までプレイ可能頭脳を駆使して勝利をつかめ